はいパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は復活のラジオレビューということでまあ過去にはねやっていたこの企画じゃないけどもだいたい試合の翌日にこうねだいたい試合の当日にレビュー動画上げてこんな試合結果でしたよみたいな 話は試合の当日に、ね、するんですけれどもね、まあ、もう一回見直した後とかは、ね、試合の翌日にまあいろんなこれ選手のコメントからいろんなヒントがあってとかするんで、その辺の話を過去はその、ね、ラジオレビューという形で試合後にやっていたんですけれどもね、今回久しぶりにちょっとやっていこうということで、いや、ラジオ動画っていうか、ラジオ動画じゃないけれどもね、動画は、えー、復活ということで今回やっていきます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、今回タイトルというかサムネに出してはいますけれども、ね 途中出場組活躍の明確な理由ということなんですけどもね一応今回話をしていくのはこのま,ま途中出場組が何で活躍することができたかっていう話とあと選手コメントの紹介をしながらちょっと僕の感想みたいなところまでやっていこうと思ってるんでまずはえじゃあ選手のコメントから振り返っていきましょうかねえ試合後の選手コメントにはなってきますけれどもこれはえと裏フットボール通信さんのえコラムというか 記事には。 なってきます。で、記事の無料部分ですね、えー。いろんなね、裏フットボール通信さん、いろんな、これは選手のインタビュー記事、試合後のインタビューの、えー、記事とか載せてくれているんですけど、これもちろんちょっと有料部分の話を、えー、してしまうと、僕がすんごい悪者になってしまうんで、ね、それは常識から外れて、ね、しまうんで、この裏フットボール通信さんに、えー、出されている無料記事の、えー、部分からね、いろいろ考えていこうということになってきますけど、えー、まず、岩尾選手ですね、えー。岩尾選手に関しては、 ああのまあやっぱり印象残っていたのが知って 失点した後にサポータータからまだ大丈夫っていう,声が飛んだっていうのがね、これやっぱり岩尾選手も勇気づけられたということなんでね、いや、本当この試合に関しては、本当にサポーターの皆さんに、えー、勝たせてもらったゲームであるということでね、これしかもね、失点した後のサポーターからまだ大丈夫っていう声がは,はっきりと聞こえたっていうことを言われているんで、やっぱこうサポーターの声というのが選手を奮起させたとか、次の切り替えにつなげることができたんじゃないかっていうところにはなってきますよね。いや 本当にあんんだだけ大戦でやっぱり聞こえるもなちょっとね、あのオンゴールの時の岩尾選手、相当がっくり、ね、来ていたんでね、ただそこの切り替え、まあ、選手の頭の切り替えをしてくれたのは、これ、サポーターであるのは間違いないんじゃないかというところになってきますけれどもね。次 杉、えー、オンですね。ザイオン選手にも一応、えー、コメントがありましたね。ザイオン選手に関しては、まあ、ルヴァンカップですね。まあ、ルヴァンカップを見据えてどうですかみたいなとこにはなってきます。で、月曜日ですね。月曜日、えー、明日月曜日にルヴァンカップのプレビュー動画、一応あげようと思っております。まあ、ルヴァンカップなんで、まあ、レビュー、プレビューがプレビューというのはちょっとあれなんですけれども、ね、ちょっと予想をすためまン、あ、カップ戦だからちょっとメンバーはいじっていくと思うんですけれども、ね、そういう、まあ、予想スタメン的なことを、えー月曜 プレビュー動画でやろうと思ってますけれどもね。っていうのがあるんで、まあ、ザイオン選手にも、ね、これはインタビューがあったのかなというのがありますが、まあ、今は楽しみな気持ちが強いというところなんで、まあ、ルヴァンカップ、まあ、出ることがあれば自分の力を最大限に出していきたいというコメントでしたね。で、次、モーベルグ選手ですね。モーベルグ選手は、なんかサイスターの方がいいって話を、ね、されていたようなんですけれどもね。で、あの駒場の雰囲気について聞かれておりますけれどもね、えー、サイスターは僕がここに来て多くの勝利を、えー、したスタジアムなので、良い雰囲気。まあ 感覚がありましたで、えー、ただし、この場でもこの良い感覚が、えー、作り上げることができると思いますということなんで、まあ、やっぱりモーベルグからしたらサイスターの方がいいんですかね。まあ、そこはやっぱりね、いろんなとこあるでしょうけどもね。で、あと、えー、2試合、過去2試合に比べてコンディションが上がっているのではないかっていうところにはなってきますが、本人もコンディションが毎週良くなってきているっていう話は、えー、されていますね。やっと自分の体がどんどん上がってきているので、えー、気分よくやらせてもらっているっていう話を、えー、されておりますね。確かにモーベルグ コンディションはだいぶ上がってきてますよね。自分でボール持って運ぶところとか、シュートへの意識というのはだんだん確かに上がっている感じがするんですけれども、ただちょっとまだ周りとの連携という意味では、ちょっともうちょっと時間がえかかるかな、ちょっとこうパスの距離がえ足りなかったりとか、ちょっと周りとの連動性というのはちょっとこれからもっと上がっていくのかな、ボールを受けるっていうのはいいんだけども、モーベルグ選手が周りを使うパスとか、そこがちょっとえずれていったりとか、ちょっとこうパスの距離が、えー 足りなかったりとかするシーンがやっぱ今回、この試合も含めて多いんでね、ねそこはちょっと改善点かもしれませんけどもね。で、えホイブラペン、えホイブラペン勝ち点3は最高の気分ですということでね、まあで、2試合と比べてどういったところが良かったかっいうところに関してはチャンスをたくさん作れたことが良かったと。でもっと得点できたかと思いますね。良い方向にチームは向かっていて、チームスプリッツが見せられたと。01で,で負けていましたが、戦う気持ちを失わずに、オフサイドになった相手のゴールもありましたが、さまざまな要素 勝ち点3につながったと思いますということなんでね、この試合も結局センターバック陣は無失点に抑えることできなかったんですけど、ホイブラテ店からしたら結構これはね良い手応えがあったそんなゲームだったのかなというのがありますけどもね、酒井裕樹選手ですね、今季初勝利を決めたかというと欲を言えばまあ自分としてはクリーンシート無失点ゲームを達成したかった、そうでしょうね、ディフェンダーとしてはまあそこはやっぱりあるでしょうし、ただ酒井裕樹選手のね、あ,あのコールキ選手への まあ、スルーパスを含めて、いや本当坂井宏樹、コンディションは上がっているのかな、まだちょっと厳しいのかもしれませんし、ちょっとこのインタビュー記事、あんまり触れることを、ね、を有料記事の部分なんで、あんまりこう触れることは、えー、できないんですけれども、ちょっとやっぱまだコンディションという意味では、まあ、これからなかなか難しい部分があるみたいな話を、まあ、されているんで、ちょっとこれが今後ねどうなるか、ちょっと具体的な話は今回、えー、できないんですけれども、ちょっとまだねこうざっくばらんに言うと、コンディションには不安面があるという話は、ちょっと記事の中でもありましたけれどもね。で 次こちら。 えー、スコレジャ監督ですね、スコレジャ監督、まあ、とても嬉しく思っておりますので、えー、チームにとって難しい時期での結果だった、まあ、今日は非常にまとまった、良いチームとの戦いだった、ホームでの開幕戦に選手たちも200%のモチベーションで、えー、臨んだということなんで、まあ、スコレジャ監督の中でも、ね、これ選手の、えー、モチベーションという、そこの高さは試合前から、えー、感じていたところというところになってきますね。で、えー、この素晴らしい、このスタジアムの素晴らしい雰囲気があったからこそ勝てたと思うので,で、まあ、そうでなければこの結果を出すのは 難しかったかもしれない、まあ、素晴らしい応援に感謝したいと いうことだ、ねまあ、から、スコルジャ監督からしても、この裏レッズ、まあ、独特ですよね、本当、良い意味での、えー、独特な素晴らしい雰囲気っていうのは、スコルジャ監督も非常にこれポジティブに、えー、捉えられていて、そこにしっかりこう触れるというか、ね、まあ、スコルジャ監督も分かってんなってのは、僕も、えー、分かりましたね、やっぱスコルジャ監督ね、なんかサポーターのこれ、ね、一番見てほしいところ、まあ、スコルジャ監督初のホームゲームだったんでね、ということで、まあ、スコルジャ監督もこれしっかりサポーターのところにも触れてきてくれているんで、これは、ね、良いところじゃなかろうかってところに、 なってきますけどもねで、えー、次、えー、決勝ゴール、安井選手いきましょうかね。安,いね安井選手、まあ、勝利と J リーグ初ゴールおめでとうございますということでね、あれは安井選手は花粉症なんですかね、僕は花粉症じゃないんで、ね、どれだけきついかっていうのは、まあ、実感としては分かんないところもあるんですけど、相当きつそうでしたね。まあ、ただ、えー、全員で取ったゴールだと思いますということですね。で まあ本当はあのダイレクトで打とうと思ったらしいんですけれどもね、ただまあ近くにアキ君も秋元選手がいて、最初にね秋元選手、彼が打とうと思ったと思うんだけども、自信があったので、すると声かけた、安井選手がするとえ声かけて、秋元選手がスルーをしてくれて、そこから決めることができた、決めるときは力が抜けて、力を抜けて蹴ることができたというところにはえ話されていますけれどもね、天皇が安井選手、決勝ゴールなんでね、ただこういう途中強組の活躍というのは、割とね、ま、あ あるんじゃないかなと僕も薄は実は思っていて、ちゅうのはちょっとこの後話すんですけれどもね。で、次、まあ、ショルツ選手の話ですね。まあ、えー、いつもね、左に蹴ることが多いっていうコメント、まあえー、質問に対してはね、キム・ジンヒョン選手が本当、ものすごくいい試合をしていた、ゴールキーパーがまあものすごくいいゲームコントロールをしていたていうところにはなってきますね。まあ、もしかしたら左に蹴ったら、ね、止められるかもしれないっていう話をされていて、だから変えなければいけないなと、まあ、キム・ジンヒョン選手がショルツのコースを、A、変えさせたと。 というところですよねいや本当で、ね、ショルツはねねよよくく決めてくれますよ、ねまあ、本当であればコロキーが、ねまあ、蹴る権利があったと思って、えー、ショルツ選手話しているんですね。これだから無料部分なんで話していいと思うんですけれども、あの PK のキッカーってじゃあどうやって決めるのかっていうのがあって、これ多分ねチームによって違うらしいんですね。いろんなチームの話を聞くと、PK は PK をもらった選手が、えー、蹴るチーム、今回でいうと、裏はコロキー選手ですねあとは試合の、まあ、事前ですね。 自然に PK 結果カを決めているクラブ、そして、まあとはだからその場の、ね、あれで決めるみたいなところもあるらしいですけどもね、ねただコールキーが倒されて PK は確かに得ているんだけども、あのやっぱダメージを負っているんですよね、これまあ、接触プレーで倒されて PK を得ているんでこうダメージど体のどっかにやっぱダメージがある選手が PK を蹴るのはちょっと怖いなと、まあ、その失敗する、まあ、リスク含めてまあダメージがやっぱり残っているんでね、ねいうのがあるんで、まあ、僕もね正直倒された 選手が蹴るのがいいというか、うまい選手が蹴るのがいいと思うんだけど、ただやっぱね、コロッケ選手蹴ってもやっぱダメージが残ってると思うんで、しかもショルツ選手もしっかり毎回決めているんで、これはこれで良かったのかなというのは感じましたけどもね。あとは荻原選手、これ最後ですね。荻原選手のコメントということでね、今日のスタジアムを見てえ赤く染まっていたが、特別な思いは湧いたかと、気持ちが高ぶったというコメントはされていますね。で、荻原選手も安井選手もそうなんですけど、 あのやっぱ途中から出て活躍するという選手の共通点は、やっぱりベンチからしっかり試合を見ていますよね。まあ自分が入ったら、ね試合に入ったらこういうプレーをしようとかあ、あそこ弱点じゃないかとかね、そういうのをしっかりベンチから見ていたからこそ、途中から出ても結果を残すことができるというところには僕はつながると思ってますけれどもね。ていうのがえ試合後の選手コメントですね。こんな感じでですけれどもね、試合後の選手コメント読み上げながらやりつつも、今回のもう一つの話ですね。 なんで途中出場の選手が活躍することができたかという明確な、えー、理由のところになってきます。ちょっと今回コメント読みすぎたかな、えー。今回結構残ってる選手のコメント、えー、全部読み上げたんで、まあ今後、今後はちょっと選手のコメントを、えー、何か抜粋してやっていこうかなって感じがしておりますが、まあ、その他の話でだからやっていくと、このこ途中場組ですね、まあ、関根選手、安井選手、林、ま、星、あ、も含めて、荻原選手もそうですけれどもね、うん、途中から入った選手は明確に なん、ねね、で,で活躍することが、えー、できたかというと、一つ、スコルジ監督がこの1週間、結構言っていた、インタビューの中で結構、ね、言っていた言葉があって、それやっぱメンバー変更の、まあ、これあれあですよね、まあ、可能性を示唆するところですよね。まあ、前回、マイノス戦の試合後です、ね、まあ、完全非公開で、えー、行う予定だったんだけれども、これ、まあ、スコルジ監督が話してしまったから、えー、バレてしまった、ね、トレーニング待ち。まあ結構 わかりませんけれどもね、えー、結果わ分かりませんけれどもやることすら非公開に、えー、していたそのトレーニングマッチに向けてのひ、まあ、一言ということで前回のマリノス戦後にね、まあ、このトレーニングマッチを見てね、えー、その結果良いプレーをした人はまあえー、使っていこうとか何かそこのメンバー変更に関する、えー、示唆に関しては前回のマリノス戦から行われていたんですよねで、まあ、正直僕はあれトレーニングマッチをやると言ったのは割とまあこれはスコルジュ監督狙っていったのかな ってのがありますやっぱこうね、えー、本当は本当ね、これ完全非公開なんで、トレーニングマッチが、えー、あるということは言っちゃいけないんだけども、それはやっぱ明確に、まあ、スタメン組ですね、スタメン組の皆さんね、このマイノス戦、えー、出たスタメン組の皆さん、明日のトレーニングマッチの、えー、サブ組の活躍次第では、あなたたちはもう落としてしまいますよ、あなたたちはちょっと、まあ、スタメンから外れてしまいますよっうまあう、強いメッセージですよね。で、逆にこの試合、まあ、マイノス戦ですね、えー、マイノス戦に出ることができなかった、まあ 過去2試合含めて出ることができなかった控え組の皆さんね、明日トレーニングマッチに挑む控え組の皆さん、チャンスですよっていう、そこのやっぱモチベーションをあの一言でまあ上げることができたんじゃなかろうか、まあ、公にすることでですよね、まあ,あの、まあ、別にね、これトレーニングマッチあるかどうか、公にすることをしなくしてもしなくても、やっぱり控え組は奮起をしたと思うんだけれども、まあ、試合後ね、公の場でああいう感じでもあるということと、やっぱ控え組の奮起を流すようなコメントを残したということなんで、それも一つ 明確なメッセージですよねこの試合に向けた、えー、メッセージ、まあ、いい準備をしっかりしていきましょうというところにはなってきますし、であの試合前のオンライン記者会見の中でもメンバー変更を、えー、示唆するコメントがあったんで、本当、最後の最後までベンチに含めて、まあ良い争い、良い練習ができたんじゃないか、そして、であと監督自体もやっぱメンバー固定する傾向はありますよね、これは、えー、過去在籍したクラブでもそうですけれども、スコルジャ監督はやっぱりこうメンバー固定の傾向が強いで、メンバー 固定の監督ですねこれ、メンバー固定の傾向が強い監督、これ、どう取るかにもよってきますけれどもね、まあ、一度レギュラーポジションを取ったら、まあ、ある程度、その選手からしたら安泰、安泰なんだけど、逆に考えると、一度ポジションを失ってしまうと、そこからまたレギュラーポジションを取るのにはえ時間がかかるというところになってきますんで、これはね、分かり,分かりやすいですよね。控え組の選手ね、今なかなか出番がない、まあ、監督の考えの中では、メンバー固定の頭が、え頭の中であるとメンバー固定をして、 連携深めていこうううとかそういう考えが監督の中に、あるるでようやくく巡ってくるかもしれません次のこのセレッソ大阪戦ということなんで、でセレッソ大阪戦しっかり活躍することができれば、そのメンバー固定の固定の部分に固定される中うところのチャンスが巡ってきたっていうのがありますんで、ね、この1週間、ね、僕はスコールジャー監督、もうすでにねマリノス戦の後から、このセレッソ戦に向けたメンバー構成とか、まあこの選手の奮起含めてですけれどもね、まあ、だいぶモチベーションを上げてくれて、 なーっての僕はこの1週間見て監督のインタビューとか聞いてて思ったところにはなってきますんでまあこの。 控え組、まあ、途中不調組の活躍の明確な理由というのは、やっぱりこう、監督の言葉、メッセージですよね。これがあったからこそ、まあね、監督が、まあ、監督の言葉に火をついたじゃないけどもね、っていうのがあると思いますし、それこそ、好楽とかもそうですよね。まあ、多分自分がね、スタメンどの場面で言われたか分かりませんけれども、まあ、ここでしっかりある程度インパクト残すことができれば、レギュラーポジションを取ることができるんじゃないか。で、これもさっきも言ったんですけれども、やっぱり結局ね、公にしなくてもね、してもしなくても、 まあ監督はやっぱり選手にメッセージは残すと思うんですよね、こうやっぱりね、君には期待してるよみたいなことは、公にコメントしなくてもね、これは言ってると思うんだけど、ただこうやっぱり公にこうね記者会見とかで言うことによって、多くの方々がやっぱりこう控え組の選手の活躍というのに期待しますよね、この試合も実際にね、もしかしたらどこかでえスタメン変更が行われるんじゃないか、特にサイドバックのとこ変更があるんじゃないかみたいなところもあったんで,で、この1週間 だから、レギュラー組もですけれどもね、やっぱこう、公の監督のコメントとか聞いて、ああ、やっぱり自分ももしかしたら次の試合出れないかもしれないと、スタメン組、特に秋元選手とかもそうですけれどもね、っていうのがあったからこそこの活躍、本当いろんなところにこのね監督のコメントというのが、良い影響、選手のモチベーションとか、技術とか、うんぬんかんぬんよりも、本当モチベーションとかね、そういうところにつながったんじゃないかで、スプリント回数1位らしいですね、今節ね。川地さんがツイートされてましたけれども、今節のスプリント スプリント回数、陳別でいうと、裏列が1番ということで、ちょっとなかなかないですね、裏列がスプリント回数で1位というのはですけれどもね、でこのやっぱ走るとか、気持ち、一番分かりやすいところにはなってきますけれどもね、それがスプリント回数に表れて、本当、危機感というのがね、危機感と、レギュラー組の危機感と、まああの控え組のやったろうでというところのモチベーション、これがやっぱスプリント回数に表れたんじゃないかというところで、まあこれが僕の答えにはなってくるわけでございますけどもね、はい。 ということで、今回以上です。でこんな感じでまあ試合後にやっていきますが、ちょっと僕も今話していてね、ちょっとレギュラー、あのー、選手が出場選手のコメント読み上げるのにちょっと時間かかって本題に入るのが遅れてしまったんで、ちょっとこの辺は今後改善していこうと思ってます今後もよろしくお願いいたします。ということで、よろしくお、ね、お願、ね、い、2回か。えー、よろしくお願いします。以上、パラプンテージルサッカーチャンネルのつつしこたチャンネルでますいま